僕たちフェード踊りまーす。いやということで始まりました、ついに門伝さん。あ、自己紹介ちょっとお願いします。広島県、はい、出身のフェードローの門田と書いて門伝と言います。よろしくお願いします。いや広島、いやだからカープなのね。そういうな、初めて見るタイプの帽子だな。これ山本浩二さんのサインだから。嘘、本物本物。そこまで進んだの。もう広島県の子供はみんな持ってる。いや、山本浩二さんどんだけサインしてんね。山本浩二さんのやつ。マジで広島県出身で、出身ですね、はい、カープファン、はい、でございます。よろしくお願いします。そして私がフェードローンの右側、埼玉県出身の海田です。いやー、いやー、痛い。違うということで、僕はちょっと何もユニフォーム着てないんですけど、ああ、まあ、僕はあの好きな球団はあんまり公にしない方向で行こうかなと。あ、そうなの。もう俺はもう全然G 党ってやつだね。G 党ですね、ジャイアンツファンで。はい、だから僕らがね、はい、その野球チャンネル始める経緯というか、うん、はいはい、理由は、まあ、僕ら高校まで野球しっかりやってまして、ね、大学の同級生で野球サークル一緒にやってて、そうだね、そこで知り合ったんで、はいはい、まあ、せっかく野球好きなんでね、うん、こういった発信すれば。まあそうね、でも本当に一緒に高校野球とかプロ野球とか。そうなのよ、うん、なんなら昔より好きだからね。やっぱね、自分がやれなくなってくると。そう、本当に本当に子供が野球やってるとかじゃないけどね。、うん、好きだもんね。あ、そうだね、本当に好きだね。一応高校野球中心。うん、まあそうね、高校野球の季節は、まあ、高校野球の僕らなりの見方というか。なるほど、うん、そういうのいろいろ発信できたらなと。もう結構ね、あのこじらせちゃってるんで。こじらせてるんですよ、野球の見方マジで。うん、これは本当な、うん、ちょっとあの自分たちの予想通り試合が動かないと、うん、ちょっと機嫌悪くなるもんな。いや、ほんまに。俺、あの高島さん最後の年から高島さんより腕組んでた。試合中、試合中。まあだからもう監督とかもね、追っちゃってるぐらいなんだよね、うん、もう、うん、まあ多少ね、僕らなりの見方とかマニアックな視点もちょっと入れつつやりたい。あ、そうだね、そうだね、僕らなりのっていう。まあいろんなものに、野球っていうジャンルだったらね、うん、発信していくかもしれないんで、うん、もし野球好きな方は楽しんでいただければなと思います。お願いします。それではこれからフェードローの野球チャンネル、どうぞよろしくお願いします。お願いします。